に。かつてはラマシアの至宝とも言われたスペイン代表 FW アンスファティ20だが、やはりバルセロナを退団することになるようだ。スペインアスが伝えた。昨シーズン就任したラマシアの先輩でもあるチャビエルナンデス監督はファティを重要視しておらず、退団を進めることもあったが、ファティはバルサでのプレーを望んでいた。しかし、プレシーズンマッチでも重要視されず、ラリーガの開幕戦も11分間の出場に終わるなどし、改めて自分の置かれている状況が望ましいものではないと実感したとのことだ。アスによれば、自分の立ち位置をはっきりと理解したファティは、移籍先を見つけるように代理人に対して求めたとのこと。その才能は高く評価されており、プレミアリーグから多くの関心があるようで、トッテナムやアーセナル、マンチェスターユナイテッドなどの名前もあるという。メッシの後継者だったのに。アンス、ファティにとって良い移籍先が見つかるといいな。噂の PSG に行きそう。もったいないな、彼は本物なのに。ケインの代わりにトッテナムで活躍してほしい。待ってるぞ。ポジションと資金的にシティかチェルシーか PSG、 サラーを引き止められなかった場合のリバプール、ブライトンも買える金は持ってて、点が取れて若い右サイドは欲しいだろうけど、こういうのにお金は使わないでしょうね。才能は疑いもないし、いわゆるここって時に決める持ってる選手ではあった。どこであろうと活躍は期待しているが、果たして怪我しがちのファティがプレミアで活躍できるのだろうか。必ずしも若くしてトップチームに上がることだけが良いわけじゃないんだよな。ファティはプレシーズン良くなってきたとか言われてたけど、シャビは使うつもりないのか。ジョアン、フェリックスとトレードとかも噂あるけど、それならファティでいいと思うけど、過大評価取るより。アトレティコ行きはさすがにかわいそうすぎるだろ。メッシの10番を引き継いだカンテラ出身の将来の象徴になりうる選手、しかもまだ20歳。破綻しかけてる状況だからこそ、こういう選手を大切に育てて大成させるのが一番だと思うけどな。今シーズンはいい結果残しそうな雰囲気やったけどな。怪我するからな、ファティは。アンスは移籍したくないとのことですので、メンデスが揺さぶりをかけてきている印象ですね。出場機会減らして移籍させようとしたんだよな、バルセロナは。シャビが監督になってカンテラを重視するバルセロナの本来の形になるかと思ったけど、とんでもなかったな。何でも欲しがるシャビさん、とても残念だわ。正直フェランの方がいらないと思うんだよな。さすがにサウジにはいかないよな。全力で投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。